はい、今日はですね、名越さんの話です。まあちょっとネット見たらですね、名越さんが中国のネットイーズに移籍するんじゃないかというね、ニュースを見まして、まあこれについてね、今日は感想など述べていこうと思います。まあ、龍が如くシリーズやジャッジアイズの、まあおなじみの総合監督名越さんですね。古くはね、デイトナ USA やモンキーボールとか書いてありますけども、IGN さんの記事ですね。まあ、それはかなり古いですね。まあ、風貌は全然これとは違う形の画像がね、上がってるんですけども。デイトナ、この頃のね、名越俊博1988みたいなね、流音で言うと。うん、まあね、これ、ネットイーズっていうのはよくわかんないんですけど、まあ、中華系の会社、に移籍するのであればね、まあいろいろとこの方伏線はやっぱあれなんじゃないか、もうなんか点が線でつながってきたみたいな感じ。まあセガの取締役をお辞めになられたわけじゃないですかね。その辺からもうあれですよね、点が線に結びついた感じですかね。あとロストジャッジメントもう何て言うのかな、前自分動画にしたんですけども、まあ動画にしてね、意見を述べたんですけれども、なんだっけ、日刊大衆さんの記事だったかな、あれでなんていうのかな、その木村拓哉さんの主演じゃないですか、ジャッジアイズとか、そのこれがそのロストジャッジメントで終わるということは、まあ名越さんなりのけじめけじめのつけ方ということじゃないでしょうかと自分は思いました。だからネットイーズ移籍するんじゃないですかね。ブルームバーグの報道によると、まあ同志はまあこう、要するにこうブルームバーグの報道によるとって、結局 IGN がブルームバーグの報道をさらに焼き増ししたってことですよね、この記事は。まあ同志は現在中国のゲーム会社ネットイーズのへの移籍に向けて交渉の詰めの段階に入っている。ブルームバーグはこの情報を複数の匿名ソースから得ている。まあ、匿名っていう時点でね、日刊現代集が。まあ、匿名ソースって言うとね、もう全部あれじゃん。要するに事情通ですよ。現代で言うとね、事情通。だから、成果事情通とか出てくるんじゃないですか。日刊現代がこの記事を焼き増しするというのであればね、成果事情通、括弧、成果事情通とかね、言って、デスクの作文が始まるわけです。ネットイーズ、セガ、名越さん自身のいずれも正式な発表していないので、現状としては噂の領域を脱していない。どうでしょうね。まあ、名越さんいなくなると、龍が如くシリーズどうなるんでしょうかっていう気はあります。まあ、横山さんが総合監督になるんですかね。っていう気はしますけどもね。自分はね。名越の移籍はロストジャッジメント裁かれる記憶の発売後に、正式発表されるとのこと。まあそりゃそうでしょうねっていう、うん、まあそれ以降9月のなんだっけ23日くらいでしたっけ、ロストジャッジメントね、自分は今回スルーしようかなと思ってるんですけど、まあなんでスルーしようかなと思ってるのは、まあ、後半部分ロックかかってると思うんでね、まあすぐ安くなりますしね、1年くらいすると安くなっちゃいますんで、まあそれまで待った方がいいんじゃないかなっていうのもあります。あとね、自分木村拓哉さんにそれほどね、思い入れがありませんので、あまりね、ドラマとかは見ないですね。ドラマ映画は自分は見ないですね、ほとんど。漫画も見ないです。サッカーとゲーム以外はあまりしないんですよね。うん、まあ、サッカーを見るか、まあ、ゲームするかのどっちかですよね。あとはまあ、政治のニュース見たりとかですね。まあそんな感じですね。まあ、政治のニュース見たり、社会のニュース見たりです。それでもう時間は終わってしまいますので、ドラマと、漫画とかは、カットっていうことになってます。自分の生活の中ではね。名越がデザイナーとして世界に入手したのは1989年のことだ。俺、てっきりね、名越、昔のほら、入社したての画像って残ってるんですけども、そのネットにね。どっかの雑誌の画像でしたっけ？俺、名越俊博1988とは書いてたんだけど、実際にはそれ以降のことですね。
当初は鈴木豊率いる、AM 日経に所属し、まあ、バーチャレーシングやバーチャファイターなどの開発に携わった。初めてディレクターを務めたのは1994のヒット作デイトの US、 まあただのプロフィールですけど、まあ単純に龍が如くですけどね、まあ龍が如く生み出したこの辺の何でしたっけね、なんかちょっとした漫画みたいなのあるんですよね。その誰だっけ、誰かの漫画、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、ちょっとした漫画みたいなの書いてる方がおられて、漫画家の人ですかね、なんだっけな、その時に超えていくの、なんだっけな、小犬さんのあれとか漫画とかしてたよね。あとは坂口さんでしたっけ、 FF の坂口さんとか漫画にしてたような気がしたんですけどね、どっかあったはず、あれは見たんですけど、まあ、結構ね、その龍が如くシリーズを生み出す時ですかね、そのなんていうのかな、あの役員と揉めたとかね、そういう話ですけど、まあ2020年7月28日のセガ公式生放送で名護氏が物議を醸す発言を残して、まああのなんだっけ、あの地牛事件ですね、地牛事件です。まあ、あの地球事件もね、最近のネットあれですよね、こうむちゃくちゃしすぎるやつが、要するに一線踏み越えるやつが多すぎますよね。だからその最近のなんだっけ、地球もそうですけどね、地球自体あのだって食品ですよ、あの地球ね、なんかこうやってね、こう悪質なこうなんていうのかね、食品に負のイメージをつけたりとかですね、だからこういうことやってるからあれなんですよね、その侮辱罪でその厳しくなったと。最近なんだっけ2日前くらいの話ですけど、侮辱罪の法定刑が上がると、こういうことになるんですよ。だから一線越えすぎなんですよね。いやだから要するにスマホを全員に持たせて全員にネットを持たせたのは俺間違いだったと思うんですよね。あの一部のやつだけでいいと思いますよ。俺、全員ネットを持たせるべきじゃないと思うんですよね。だからこういうふうに全員ネット持たせたから、あの、タカが外れたやつがバーってネット出てきて、あの、いろいろと締めが厳しくなるというね、ことになりました。まあ、そんな適当な話でよろしいでしょうか。まあ、いろいろ伏線あったってことです。多分移籍するんじゃないかなって思いますよ。だったら取締役辞めないでしょ。まあ、いろいろ、コメントいろいろありますけどね、どうですよね、まあ名越さんも年だしねって、横山さんになるんじゃないですかね。横山さんにね、あのなんだっけな、もし龍が如く総合監督やるんだったら4とか5みたいにエンタメ性強くなるんじゃないですかね。自分は好きだったんですけどね、エンタメ性4でね、あのみんな桐生さん家に流れ着く事件とか、5とかね、こうなんていうのか、まあ、7も大概だったじゃないですかね。こうバンバンバンって銃で撃たれてるんだけど、あの、急所外してました。ドッバハハみたいな。あの、いつもの展開しかないんで、もう。まあ、どうなんですか。ネットイースでいろいろなゲームのパクリ疑惑がたびたび出てなかったっけ。まあ、ちょっとみんなの反応読むか。そこに仮名越氏が移籍したらどうなのか、ある意味気になりはするけど、後々のことを考えて冷静に判断してほしい。チャイナマネーは魅力的だけど、反日感情が高く表現の自由が保障されてない。国で今まで通り創作活動に取り組めるのかどうか疑問。その辺をちゃんと分かってるのかな。まあ、龍が如くシリーズが一区切りついてるし、シリーズ全体としては、全盛期の売り上げには及ばない。タイミング的に見計らってのことだろう。セガに残ってほしい。龍が如くやジャッジアイズの続編をどんどん作ってほしい。移籍するのはコジプロに行けばいい。まあそうかもしれませんね、小島さんのところですかね、という気はします。まあ自分も中華系はね、あの三国志新選っていうのをやってんですけど、まああのシーズン2でね引退するつもりなんですけども、とても中華系はねおすすめしないですよね、ひどすぎますよ。まあそのゲームデザインがひどいんですよね、三国志新選は。そのゲーム体制が、まあ言ってんですけど、誰も聞いてないんでまた言いますけども、要するにゲームの体制がそのゲーム外で決まってるんですよね。ツイッターとか、そのディスコーズでもう決まってて、ゲームでどんなに頑張っても、あの裏でね、密談するんでもうダメだという。
いや、とんでもないゲームでしたけどね、三国志新世。いいプレイヤーさんもいたんですけどね。国内向けのゲーム制作に限界を感じた。こういう時マイクロソフトが買収しそう。本当なら二度と名越さんの関わるゲームやらないわ。うん、いや、山本太郎はうんぬんはどうでもいいな。チャイナマネーで世界で戦える AA タイトル作ってほしいな。まあ、コジプロに行くのがいいのかな。確かにコジプロに行くのが良さそうな気はするんですけどね。ということで、まあ、大体話したんで、まあ、今日はね、自分の感想を含めて、こんな感じで、10分ぐらい話したので、おしまいです。